ありがとうございます。こちずこです。それでは今回なんですけども、キャッシュレススマホ決済キャンペーンまとめ。今年いっぱいはこれで決済ということで、今週もやってきました、日曜日のキャンペーンまとめ動画ですね。今回は12月の23日から12月の29日までの来週1週間で開催される主なキャンペーンをピックアップして、簡単にサクッとお伝えしていこうと思います。まあ、結構期限がギリギリなキャンペーンもあるので、まあそれ、それも踏まえてチェックしてみてください。 それでは早速まず PayPay ペペからですね。PayPay ペペでは主に3種類の大きなキャンペーンということで、 まずは、マチカードペイペイの第2弾、キャッシュレッシ費者還元事業の5%のお店であれば、20回に1回の確率で最大1000円相当が戻ってくるキャンペーンです。ちなみに、抽選に外れた場合でも、最低でも6.5%は還元されます。期間は来年の1月31日までとなっています。次は、ペイペイモールですね。最大で20%還元されるということで、ストアによっては20%以上還元される商品もあったりします。こちらのキャンペーンは来年の1月31日まで開催中です。そして 次の PayPay ペイペイフリマのキャンペーンが最後の週となりました。最大20%還元のキャンペーンということで、こちらのキャンペーンは12月の25日までとなっていますので、ちょっと PayPay ペイペイフリマでこれ買おうかなと思う商品があれば、来週が最後となってますので、お気をつけください。次はファミリーマートのキャンペーンですね。こちらも3種類ピックアップしてます。こちらのキャンペーン、ラストの週となりました。ファミリーマートで D ポイント20%還元ということで、もしファミリーマートのファミペイと D ポイントを連携したら、 まずは全員に100ポイントがもらえます。そしてお会計時にそのファインペンのバーコードを提示するだけで最大で20%還元を受けることが可能です。期間は12月の25日まで開催されています。いやー、このキャンペーンのおかげでほんとファミリーマートのおにぎりをめちゃくちゃ食べた気がしますね。そしてファインペンは登録してないけど D ポイントカードなら持ってますよという方はこちらですね。お会計時に D ポイントカード、モバイル D ポイントカードを提示して15%還元をもらうことができます。こちらも同じく の週で12月の25月日ままでとなっています次は、ドンペイのキャンペーンですね。こちら、ファミリーマートで、ファミペイのバーコードを提示して、ドンペイを購入すると、5個購入ごとに、ドンベイ1個が無料になるキャンペーンというのが開催されてます。まあ、以前も動画にしたんですけども、こちらのスタンプが貯まるんですけども、20個貯まったら、ドンペイ1年分が抽選で当たるキャンペーンというのもあります。期間は2020年の1月の6日までとなっています。次は、D 払い ですね、こちらも3種類のキャンペーンを主にピックアップしています。まず1つ目は D 払い生活応援キャンペーン。こちらはキャッシュレス消費者還元事業の5%のお店であれば D 払いがさらに5%上乗せして合計10%の D ポイント還元がされるキャンペーンとなっています。こちらはエントリーが必須で来年の3月31日までがとなっています。 次二つ目はトイザラスで最大20%還元のキャンペーンということで、こちらはですね、もうラストの週となりまして、12月の25日までとなっています。まあぜひですね、クリスマスのタイミングで利用してみるのもいいのではないでしょうか。そして三つ目はエディオンで最大リーポイント30倍のキャンペーンというのもあります。こちらに関しては期間は来年の2020年1月6日までとなっています。 次は LINEPay ですね。こちら主に大きなクーポンのキャンペーンというのが2つ開催されています。1つは年末感謝クーポンサイトということで、このキャンペーンに関してはキャンペーンページでお好きなクーポンお一人様1つまでダウンロードができます。期間は12月の31日までとなっています。で、ここで自分自身が選んで、まあ好きなクーポンをダウンロードしてみてください。そしてそのダウンロードしたクーポンというのはキャンセルができませんので、慎重にやってみるのもお勧めします。 クリスマスクーポンということで、初めて LINEPay を使われる方は1000円。これまで LINEPay を利用されていた方は500円分のクーポンというのがそれぞれもらえます。期間は12月の26日までとなっています。ちなみに先ほどの年末感謝クーポンイと含めて、どちらも LINEPay の残高0円で利用することができるので、まあ、かなりお得にお買い物ができますね。 そして l i n e イではこちらのクーポンも出ています。トイザラスで500円オフ、マツキヨで200円オフのクーポンも出ていまして、ツイッターを拝見していましたら結構トイザラスのクーポンに関してはお菓子を購入されている方が結構多いみたいですね。 次はメルペイです。メルペイでは3つのキャンペーンが主に開催されています。1つ目はメルペイスマート払いで5%のポイント還元ということで、期間は2020年の1月31日まで開催中です。こちら ID 決済やメルペイのコード決済を使えば、どこでも5%が還元されます。これはもうメルペイのスマート払いに限られますのでお気をつけください。 次はこちら、ススメルペイのキャンペーンですね。こちら、招待コードを使ってメルカリに登録した後にメルペイの画面で銀行口座や運転免許証を提示して本人確認まで完了したら1000円分のメルペイポイントというのがもらえるキャンペーンとなっています。こちらのキャンペーンは終了の日程自体はまだ決まっていないので、まだですね、メルペイデビューをされてない方はいいタイミングなのかなと思います。そしてメルペイの後払い、いわゆるスマート払いをよ初めて利用される方限定のキャンペーンも開催されています。 こちらのキャンペーンはメルペイのスマート払いを設定して初めて決済をしたら2000円分のメルペイポイントがもらえるキャンペーンとなっています期間は2020年の1月7日までとなっていますので、まあ、先ほどのススメルペイ1000円分もらえるキャンペーンと組み合わせればかなりお得ですね 次にオリガインペイですが、いくつかこちらもキャンペーンはあるんですけども、二つに絞っています。一つ目は山田電機グループで各店初回のお支払い10%オフのキャンペーンというのが開催されています。今回のキャンペーン期間以前にオリガニアプリを利用したことある店舗は割引の対象外となってますので、これはお気をつけください。期間は12月の25日までですね。 そして、その場で3%オフのキャンペーンも開催中です。期間は来年2020年1月の31日まで、キャッシュ消費者還元のお店であれば、最大で8%即時ポイント還元を受けることもできます。次に a u ペイですね。現在 a u ペイでは、ローソンで最大20%還元のキャンペーンというのが開催中です。こちらは、ここ最近ローソンと KDDI 業務提携したということで、まあ、記念のキャンペーンということで、期間は今年いっぱいの12月31日まで開催されて ますまあ今では au ユーザー以外の方も au ペイを使えることができるのでまだですね au ペイデビューされないされてない方はこのローソンの決済でトライしてみるのもいいのかなと思いますで日程だけまとめるとこちらですねじゃんということなんですけどもまあまあの数がありますねちょっと数が多いのであえて読み上げないんですけども赤文字になってるところここに関しては来週で終了するものとなっています ちなみに赤いところはペイペイフリマ、そしてファインマの D ポイント最大20%還元、D 払いのトイザラスのキャンペーン、そしてメリークリスマスクーポンと山ダ電機の10%オフの還元のキャンペーンということですね。まあこれはオリガインペイなんですけども、まあざっとこんな感じですが、まあ見る限りはクリスマスに関するキャンペーンが終わる印象なので、まあこのタイミングでクーポンやキャンペーンを使い切るのもいいのかなと思います。 そしてキャンペーンのまとめは以上で今週の小話ですね。まあ、この小話というより僕が今年いっぱいはこのスマホ決済を利用するだろうなということをお伝えするんですが、まあ、結論から言うとメルペですね。というのも理由としたら先日僕がツイッターで呟いたことでもあるんですが、今もう出てる画面ですね。これま、一応読み上げますと、メルペのスマート払い5%キャンペーンが意外といい。1月31日まで5%還元、即時ポイント反映。 還元上限1000円までチャージしなくても済むメルカリの売上金で生産後払いは意外とネガティブなイメージ多いけど限度額を事前に決めれるから比較的管理が楽ちんということをツイートしましたまあ本当ツイートしたまんまなんですけどもメルペイのスマート払いの使い勝手が本当にいいんですよねまあ ID 決済が使えるところがいろいろと多いのでまあこのメルペイの5%還元というのが本当に役に立っていますなのでまあ今年いっぱいのスマホ 決済は PayPay ペイペイの街角 PayPay ペイペイのキャンペーンを使いながら、あとはこの今出ているメルペイのスマート払い5%還元も併用しながら、まあ楽しんでいこうかなと思っています。 まあそんなこんなで今回は来週12月の23日から12月29日の1週間で開催されるキャンペーンのまとめ動画でした。今お伝えしたキャンペーンのそれぞれのリンクを順番に概要欄に貼っていますので、ちょっと詳細が気になるなっていう方はぜひチェックしてみてください。ということで、また月曜日からも頑張っていきましょう。本日もご視聴どうもありがとうございました。